ボードゥアン6世は、エノオハク、及び、フランドルハク。父ボードゥアン5世の政治的長命に伴い、自身が、ハクに就任する以前から、ハク領内の政治、軍事に深く関与していた。フランドルハクボードゥアン5世と、フランス王ロベール2世の娘アデルの間に、長男として生まれた。父ボードアン5世は、エノーハクエルマンの未亡人で、 エノー伯領の相続人であったリシルドとボードアン6世とを結婚させた。エノーは神聖ローマ帝国領であり、この結婚は皇帝ハインリヒ3世を激怒させ、ハインリヒ3世はボードアン不死に戦いを挑んだが敗北した。1050年から1054年にかけて、ランスハクランベール2世はボードアン側に立って、ハインリヒ3世と戦った。 ボードゥアンは1070年7月17日に死去し、フランドル及びエノーは息子アルヌール3世が継承することとなり、リシルドが摂政となった。しかしアルヌール3世は翌1071年にカッセルの戦いで戦死し、アルヌルフ3世の弟ボードアンがエノー白衣を継承した。フランドル白衣はボードアン6世の弟ロベールに奪われた。ボードアンは アスノンにサンピエール協会を建設し、自らの墓所とした。ボードゥーンとエノー女白、リシルドとの間に、以下の市場を設けた。ありがとうございます。